ベレンの東ベレンの町の通りサンタマリアでベレン地区、または単に、ベレン地区は、リスボン市中心部から定ガ川沿いに6キロメートルほど西に位置する地区。バスコダガマがインドコール発見に出発した地である。ベレンとは、ポルトガル語で、ベツレヘムのことである。同地区は、ポルトガルにおける大航海時代を代表する、建築物をはじめ、博物館や文化施設が集積しており、 リスボン市内でも有数の文教地区であり、主要な観光地区でもある。また、ジェロニーモス修道院の裏側にあたる山の手方面は、完成な高級住宅街であり、各国の大使館、または大使公邸が点在している。主な施設は以下の通り。ポルトガルのカフェに必ず置いてある菓子である、パステルデナタは別名パステルデベレンともいい。 ジェロニーモス修道院の修道所が考え出したものだと言われている。ベレン地区にあるパステルで、ナタの老舗、パスティスでベレンは1873年創業で、ジェロニーモス修道院から伝えられたというレシピを、充実に守っていると言われている。リスボン市中心部からは、リスボン近郊鉄道、カスカイスセンベレン駅下車、またはトラム 15E 系統を利用する。ありがとうございます。